どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、速報ということで2021年の今日はですね3月の8日に発表されてしまったんですけども、マリオットモンボイのですね東京竹芝にあるメズム東京オートグラフコレクションホテルなんですけども、クラブランジ営業終了ということで、こちらについてですね解説ねしていきたいというふうに思います。2021年ですね3月8日にねメズム東京から発表がありましてですね、今現在はメズム東京ホテルの25階にあるねクラブメズムっていうねクラブラウンジがあるわけなんですけども、こちらねマリオットボンボイのプラチナステータス以上の方はですね利用できていたクラブラウンジがですね2021年3月31日をもってですね営業終了というふうになります。眺めもですね雰囲気もねすごい良くてですね、お酒の種類もね豊富ということで、かなりね人気だったんですよね。個人的にもですねかなりねおすすめのラウンジという風になっていたわけなんですけども、すごい残念ですよね。でですね、今後の変更内容に関してなんですけども、まずねクラブラウンジに関しては2021年の4月27日よりですね会員制のプライベートサロンクラブメズムとしてですね生まれ変わるっていった感じになるんですよね。ですので会員制サロンになるそうなんですよね。でですね、料金についてなんですけども、こちらね入会金が10万円、またね年会費は120万円ということで、しかもこちらですね飲食代が含まれてないというね完全な高級サロンになるようなんですよね。一般的な方にはですね到底利用できないですよね。またメズムクラブのですねアクセス付きのプランみたいなのがね今後発売されるようなんですけども、まあ、このサロン自体がですねこのような料金っていう風になりますんで、個人的にはですねかなり高額なのではないのかなという風に思っております。まあ、こちらについてですね詳しく知りたいという方はですね概要欄にね載せておきますので、そちらね見ていただきたいなという風に思っております。でですね、気になる今後ねマリオットボンボイのステータスね保有されている方は、まあ、どんな感じになるかっていう話なんですけども、マリオットボンボイのねプラチナステータスチタンステータスの方はクラブラウンジがね利用することができなくなるっていった形になります。なんですけどもマリオットボンボイのですねアンバサダーステータスってありますよね。一応公表されているねステータスの中では一番上のねステータスなわけなんですけども、アンバサダーの方に関してはですね今後もねこのクラブラウンジね利用することができるっていった形になっております。またですね3月8日月曜日の14時にねこちら発表されたわけなんですけども、それより以前にですねエグゼクティブクラス、またねスイートルームをですね優勝で予約されてた方に関してはですね4月1日以降の予約であってもですねクラブラウンジね利用することができるっていった形になっております。ということでマリオットボンボイのねプラチナステータスチタンステータスね保有されている方はですねクラブランチね利用することができなくなるっていった感じになるんですよね。いや本当にね残念ですね。でですね今後メズム東京ホテルですねマリオットボンボイねプラチナ以上の方がどんな特典をね受けられるかっていう話なんですけども、公式サイトにですね2021年の3月現在とですね4月1日以降のですねステータス特典ね見れるようになっておりまして、でこんな感じに、ね、なっているわけなんですよね。2021年3月現在ですねプラチナステータスチタンステータスの方であればラウンジアクセスがね利用することができて、朝食特典がね利用することができるっていった形になっておりまして、ウェルカムアミニティに関してはプラチナステータスの方はないわけなんですけども、チタンステータスの方はね受けられるっていった形になっております。でですね4月1日以降に関してはですねプラチナステータスとチタンステータスの方に関してはラウンジアクセスがねなくなるっていった形になっておりまして、朝食特典についてはですね今後もね利用することができるっていった形になっております。でですねプラチナステータスチタンステータスの方の朝食に関してはですねホテルね16階にあるシェフズシアターにして朝食のねアメリカンブレックファーストをね提供していただけるというふうになっておりますんで、クラブランジはですね今後ね利用することができなくなるわけなんですけども、朝食特典はね今後もね利用することができるっていった形になっております。私がね2021年夏頃にね利用させていただいた時はですねクラブラウンジでね朝食っていうのはね行われてなくてですね、このシェフズシアターで朝食ねいただけるっていう風になってたわけなんですけども、この朝食もねとても良かったので、まあこの点に関してはですねかなりいいのではないのかなという風に思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねメズム東京ホテルのクラブラウンジね
営業終了ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、いやね本当にね残念としか言えないですね。かなりねいいラウンジだったので、プラチナステータスであればですねこんないいところね利用できるんだっていった感じだったわけなんですけども、開業してね1年間だけの特別期間みたいな感じでしたね。プラチナステータスね、チタンステータスね保有されている方に関してはですね、2021年の3月31日まではクラブラウンジね利用することができるっていった形になっておりますんで、まあ、今後はですねなかなかね利用することできないかなっていうふうに思いますので、ぜひね予約してみていただきたいなっていうふうに思っております。またですね2021年の3月現在ですね、マリオットボンボイのプラチナステータスで東京都内でねラウンジが利用できるところをねちょっとまとめさせていただいたわけなんですけども、まあ、今回ねメズム東京ホテルがね利用することができなくなってしまったということで、東京都内でね限定させていただくと、2021年3月現在ですねシェラトン宮古ホテル東京とウェスティン東京ホテル、またね東京マリオットホテルとザ・プリンス桜タワー東京ホテルのみっていう風になりますんで、どんどんね利用できるところがね少なくなってしまうのは残念なわけなんですけども、まあねこちらもホテルの方針っていった形になりますんで仕方がない部分ではあるわけなんですけども、まあ、今後ね利用できなくなるところがですね増えないことをですね祈るばかりっていった感じですよね。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。